おいしょー、始まりました、ポンと俺のシネマキターン。よっ、このコーナーではですね、新横山裕貴監督の作品についてご紹介させていただきます。需要はないけれど。さて、今回ご紹介させていただくのは新横山裕貴監督の幻の処女作、夜と漆黒のアルデンテ。よっ兄貴。さて、なぜ今回ですね、新横山裕貴監督の作品を紹介させていただくのかというと、実はですね、以前新横山裕貴監督は週に1本一人で撮った自主映画を YouTube に1週間の1本のペースでアップしていたんですね。しかし、この YouTube のアカウントがバンされたことによって作品が消滅しちゃったんです。ここが新横山裕貴監督のアホなところでですね、パソコン内に全ての映画の作品のデータを残してなかったんです。残っていたものもあったんですけども、数本、一部ですね、消滅してしまったと。 YouTube の中でしか保存していなかったので、一部の作品は消滅しちゃったんです。で、パソコン内のを見てみたら、編集する前の素材は残ってたんですよ。要は映画をつなぐ前の素材が残ってたんですね。で、今これ新しく作った YouTube のアカウントで、このチャンネルでは一部は再編集したものをアップしたんです。やっとつなげて。しかしですね、この夜と漆黒のアルデンテ、一番最初に撮影したこの夜と漆黒のアルデンテだけが素材も一部しか残ってなかったんです。全部残ってなかったんですよ。だからですね、幻の処女作ということでですね、今回、作品ではなく映画を解説するということで動画を撮らせていただいております。作品のデータを削除していたなんて間抜けですね。だろ、新横山裕貴監督っていうのはな、かなりのバカらしいんだよな。ところでポン、お前はその映画とか見たりするのかよ。見ましゅよ。ホラー映画とゾンビ映画ばっかりですけどね。ホラー?あれ、兄貴もしかしてホラー映画苦手なんですか？バカ野郎、俺は子供の頃からどんだけお前お化けの Q 太郎を見てきたと思ってんだよ。兄貴何言ってんですか。お化けの Q 太郎は子供向けの愉快なアニメじゃないですか。ホラー映画なんて深夜の墓地でたった一人でこの見ることができるね。じゃあ兄貴、この後一緒にホラー映画の見に行きましょうよ。バカ、俺はこの後お前デートがあるんだよ。デートが。デート、ホラー映画とデート、どっちが大事なんですか。デートに決まってんだろ。ポン、お前もさ、一緒にホラー映画を見に行くようなそんな彼女はいないのかよ。今はいません。バカ、こないだまでいたような言い方するんじゃないよ。前世ではいましたよ。現世ではいないんじゃないかよ。そういう解釈もありますね。たく、それより、夜と漆黒のアルデンテを紹介しないとな。この夜と漆黒のアルデンテという映画はですね、真夜中に、漆黒のこの夜にですね、パスタを食べるという物語なんです。兄貴、パスタなんて映画に全然関係ないでしょ。だったらポン、お前解説できんのかよ。それでは解説をさせていただきましょう。はい、どうもポンです。新横山裕貴監督の夜と漆黒のアルデンテは、作品のデータが残っていないことと、編集前の素材も一部しか残ってないことから、幻の処女作なんでしゅ。2016年のクリスマスイブの夜、新横山裕貴監督は iPhone7 を手にしていて、これで動画撮れるよななんてことを脳裏によぎってでしゅね。そうだ、映画でも撮ってみようとふと思い立って、脚本も書かないで2時間で車中へ、編集を2時間で終わらせて、思いついてから4、5時間後にはもう YouTube にアップしていたという、そんな作品なんでしゅ。衝動に駆られて作ったこの幻の処女作、夜と漆黒のアルデンテは、アルデンテという言葉がついていますけども、パスタは一切出てきません。物語は男が夜の街を走って家に帰っていくところから始まります。そして男は家に帰ると怯えて震えているんです。そう、男は殺人現場を目撃してしまったんです。とりあえず残っている素材で再編集したものがありますので、まずはそちらをご覧ください。すげえな。それではどうぞ。
映像の素材がないので解説を。殺人現場を目撃した男は自宅の部屋の中で怯えます。男は突然うっと衝撃を受けた声を発します。男は追われていたのかと言って部屋の中で苦しそうに倒れるのであります。しゃ、残っている素材はここまで。男は殺人現場を目撃して家に逃げ帰った。その自宅で背後から何者かによって刺されたのです。しょ、男は殺人犯に後を追われていて自宅で襲われてしまったのです。殺人犯の包丁には真っ赤な血。殺人犯は黒のニット帽をかぶった男。その黒のニット帽の男の写真が残っていました。こんな感じ。どう？その殺人犯の後ろで今度はさっき殺害した男と全く同じ姿をした男が後ろでわわわわわと怯えています。男は殺人現場を目撃したことで驚いて逃げ出してしまいます。殺人犯はゆっくりと振り返ります。振り返った殺人犯は不敵な笑みを浮かべて黒いニット帽を取り、メガネを取り、コートを脱ぎます。するとその姿はさっき殺害した男と逃げ出してしまった男とまたまた全く同じ姿なんです。しゃいで、さっき殺人現場を目撃した男は夜の街の中を慌てて走ります。逃げ出します。そして慌てて自宅に帰っていくのです。そう、オープニングとつながっていくんでしょうね。殺人現場を目撃した男が同じ姿の男に刺されて、同じ姿の男がそれを目撃して逃げ出してしまうという、まあ、非常にややこしい、解説をしても非常に分かりづらい映画なんです。それが夜と漆黒のアルデンテなんです。お疲れ様、ポン。解説ありがとう。いえいえ、解説も終わったことだし、ちょっと予約してもいいですか？ホラー映画の予約か？いえ、風俗です。風俗？ホラー映画は見に行かないのかよ。映画の解説したらちょっと高揚しちゃって、このままのテンションで風俗でも行こうかなと。だったら2名で予約しておいてくれ。は？兄貴、デートはどうしたんですか？バカ。俺はポンが一人では心細いかと思ってたな。デートはまた次回にしておくかな。全然心細くないですよ。兄貴はデートを楽しんでいってください。俺のおごりだよ。 OK、 2名で予約しておきます。よし、じゃあこのコーナー早く締めないと。ポンと俺のシネマキタン、次回もお楽しみに。いやー、映画って本当にいいものですね。それではシャイナラシャイナラシャイナラ。